ティペットの先端とフライの愛を結びます。これができないと、釣りできません。フライ交換したり、切られちゃった時に付け足すことができないので、いつも誰かに手伝ってもらってる人はですね、これ自分でできるように練習しましょう。まず一番簡単なクリンチノットを説明します。フライの穴、愛にですね、糸を通します。通したら、左手の親指と人差し指でこの通したところを持って、ひねってですね、元の糸に4回絡ませます。絡ませたら、この愛の先にできた輪に1回ラインを通して、そしてもう1個できたこの輪に先端を通します。で、これでですね、この通したラインを引っ張りながら、ずーっとずらしていって、締めていきます。で、最後に、ツバで濡らして、潤滑油にしてですね、締めていって、これで完成です。で、フライを結ぶときは最後ですね、このクリンチノットの先端、5ミリぐらい残しておいた方がいいです。そうしないと引っ張られてギューッとですね、中に入った時に、スポッと抜けてしまうことがあるので、5ミリぐらい残しておいてください。はい、これでクリンチノットの完成です。